演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの安納芋のクレープを食べたいと思います。安納芋のクレープ、あの安納芋、この中に凝縮されてるんでしょうね。ちょっとクレープ系は中身を見せるのが難しいので、もうこのままいきますね。お、でも安納芋は見えてますね。ではいただきます。あれ、安納芋はあんだけじゃないんです。安納芋あん、クリーム、プリン、この3つの安納芋が1つにまとまっていて、最初から最後までずっと安納芋を堪能することができました。食感が途中で変わるので飽きないのもいいですね。クリームもクレープ生地もあっさりとしていて、安納芋をきっちり引き立ててみました。安納芋が好きな方にはぜひおすすめしたいですね。なのでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。